はい。日本語能力試験 N5 級オンライン講座 JLPT N5 レポオンラインレッスン。では、一緒に楽しく勉強しましょう。Let's enjoy studying with me. レッスン1。レッスン1は聴解練習です。レッスン1 is for listening practice. 妻と夫が話しています。妻は何を買いますか？みかんといちごを買ってきてよ。いちごはまだあるでしょ。バーベキューをするからソーセージと肉がいるね。じゃあいちごはいらないよ。ソーセージと肉はさっき買ったからいらないよ。問題、妻は何を買いますか？はい、質問です。クエスチョン。はい、では一緒に勉強しましょう。Let's study with me. はい、では聴解練習の解説をしていきましょう。I'm going to explain this listening practice. では読んでみます。I'll try to read. みかんとりんごを買ってきてよ。みかんですね。マンダリンオレンジ。といちごですね。ストロベリーズ。を買ってきてよ。Buy and come back ですね。Please buy some mandarin oranges and strawberries on your way home ですね。帰りに買ってきてよ。いちごはまだあるでしょうですね。いちごですね。Strawberries。いちごはまだあるでしょう。We still have some strawberries.And we ですね。バーベキューをするから、we do barbecue から、ソーセージと肉ですね。がいるねですね。need。We need some sausages and meats。じゃあ、いちごはいらないよ。いらないですね。we don't need ですね。don't need。Well then, we don't need strawberries. ソーセージと肉はさっきですね。A while ago, just before. 買ったからいらないよ。I don't need. ですね。So we don't need sausages and meats because I bought them a while ago. というダイアログです。はい。質問ですね。質問。妻と夫が話しています。妻は何を買いますか？妻 means wife ですね。夫 means husband が話しています。talking。妻は何を買いますか ?What does the wife buy? 1、いちご。2、肉。肉ですね。3、これはソーセージですね。これはイチゴ。4、みかん。どれでしょうか？イチゴはいらないと言いましたね。肉とソーセージもいらないと言いましたね。ですので、妻はみかんを買いますね。4番ですね。はい。では N5 級の試験でよく出る文法を勉強しましょう。のが上手です。We are going to learn the grammar. のが上手です。means be good at ですね。be good at. be good at doing something. sentence formation is verb dictionary form plus のが上手です。ですね。日本語を話すのが上手です。とかですね。私は日本語を話すのが上手です。I'm good at speaking Japanese. とか、漢字を書くのが上手です。とかですね。I'm good at writing 漢字です。とかですね。では、例文を見てみましょう。
Let's see some examples. 彼女は歌うのが、歌うですね。To sing. 上手です。彼女は歌うのが上手です。She's good at singing. たけしは、これは何ですか？これは相撲ですね。相撲レスリング。たけしは相撲をするのが上手です。たけし is good at playing 相撲。相撲レスリングですね。あなたは泳ぐのが上手ですか？クッションですね。So are you ですね。Are you good at 泳ぐ swimming。頑張って覚えましょう。はい、レッスン2。レッスン2。レッスン2は読解練習です。Reading practice。はい、質問です。クエスチョン。よく考えて答えましょう。はい、では一緒に勉強しましょう。Let's study with me. はい、では読解練習の解説をしていきましょう。I'm going to explain this reading practice. では読んでみます。I'll try to read. 先週ですね。先週。先週 means last week ですね。So last Saturday. 先週の土曜日ですね。先週の土曜日 means last Saturday. タワボンさんの家に遊びに行きました。ですね。I went to Tawabon's house last Saturday. 夜一緒にですね。Together. タイ料理ですね。タイメールですね。タイメールを作りました。cooked ですね。We cooked Thai meal together at night. ターポンさんはタイから来ましたから、タイ料理を作ることができます。ことができる。be able to ですね。can ですね。So Mr. Tarpon is from Thailand, so he can cook.作ることができます。私はタイ料理が好きですが、I like Thai food, but タイ料理を作ることができません。ですね、作ることができません。cannot ですね。I cannot cook Thai meal. ターポンさんは料理は下手ですね、下手。Not good at doing something. と言っていましたが、とても美味しかったです。美味しいですね。Tasty ですね。Mr. Tarpon said, 言っていました。Mr. Tarpon said that he is bad cooking. 料理は下手。But, とても美味しかったです。It was very tasty, delicious. 来週は、next week, クラスで、at class, パーティーがあるですね。We have a party. ので、so, みんなでですね、everyone, タイ料理を作ってみようと思います。と思いますですね。be thinking of doing ですね。try to ですね。So, we have a party in a class next week. So, I think I'll try to cook Thai meal ですね。来年はタイに行ってみたいです。I would like to go to Thailand next year. という文ですね。はい、クエスチョン、質問。ターポンさんは先週の土曜日に何をしましたか？ターポンさんは先週の土曜日に何をしましたか ?What did Mr. Tarpon do on last Saturday?1. タイに行った。ターポンさん went to Thailand. 違いますね。に、家に遊びに来た。ターポンさん visited my house. 違いますね。3. パーティーをした。違いますね。4. タイ料理を作った。そうですね。ターポンさんと
彼はタイ料理を作った。一緒に作りましたね。ですので答えは4番ですね。はい、ではことができるの文法を勉強しましょう。We are going to learn the grammar ことができる means can to be able to ですね。料理を作ることができる。ターボンさんは料理を作ることができる。タイ料理を作ることができるとかですね。ではこれセンテンスパターンですね。センテンスフォーメーション is verb dictionary form plus ことができるですね。料理を作ることができるですね。ことができるとか、日本語を話すことができる。I can speak some Japanese。 日本語を話すことができるとかですね。名詞プラスができるですね。柔道ができるですね。柔道ができる。ピアノができるとかですね。I can play the piano とかですね。私は食べることができる。I can eat something。食べるプラスことができる。私はこの問題を解くですね。私はこの問題を解くことができる。I can solve this question. 解く means to solve ですね。解くことができる。あなたはこの博物館ですね。博物館では写真を撮ることができません。撮る means to take pictures, photograph. So you cannot ですね。できません。撮ることができません。写真を撮ることができません。In this museum ですね。博物館。はい。頑張って覚えましょう。はい、レッスン3、第3課。レッスン3は、語彙練習です。語彙と文字と文法の練習をしましょう。レッスン3 is for grammar and vocabulary and words practice。 はい、1番。ここから駅までどのくらい、something か。ここから駅までどのくらい、プラプラプラか。1. かけます、かけます。 2. あります、あります。 3. かかります、かかります。 4. 過ぎます、過ぎます。 So which one? はい、ここから駅までどのくらい means ね、how long?かかりますか。かかる means to take ですね。So, 1かけますですね。to hang or to make a phone call。ありますですね。to be, there is something。かかりますですね。to take time ですね。過ぎる、過ぎます。to pass。So, ここから駅までどのくらいかかりますかですね。how long does it take?From here to the station. So, 答えは3番。はい、ではかかるですね。かかるの使い方を勉強しましょう。Let's learn how to use かかるですね。かかる means to take time or money ですね。1時間かかるとか100円かかるとかですね。では、例文を見てみましょう。Let's see some examples. お金は稼ぐには時間がかかるですね。Money takes a long time to earn. 時間がかかるですね。Take time ですね。Takes time. ここから東京までどれくらい時間がかかりますか?時間がかかりますか?ですね。Take time. ここから東京まで。From here to Tokyo. どれくらい、how long? 時間がかかりますか。Does it take? そこに行くのに1時間かかるでしょう。It will take an hour to get there. そこに行くのに、to get there. 1時間かかります。Takes
take an hour 1時間かかるですね。この机 means desk は2万円かかる。 cost me 2万円ですね。かかります。頑張って覚えましょう。2番、 something がないから洗えませんですね。洗えません。プラプラプラがないから洗えません。1、洗剤、洗剤。2、洗濯、洗濯。3、クリーニング、クリーニング。4、掃除、掃除。そう。1番。はい。洗剤がないから洗えませんですね。1、洗剤、ディタルジェント、洗剤。2、洗濯、washing clothes。3. クリーニング、ランジョリーサービス。4. 掃除、is cleaning. So, cleaning と掃除ね。Very misunderstandable. So, please be careful. はい。洗剤がないから、because I don't have a detergent. 洗えません。I cannot wash my clothes. So, 答えは1番ですね。洗剤。3. このタンスは something.一人で動かせない。このタンスは、プラプラプラ。一人で動かせない。1、暑くて、暑くて。2、重くて、重くて。3、薄くて、薄くて。4、硬くて、硬くて。そう。Which one? はい。暑いは thick ですね。thick。重い、heavy。薄い、thin。硬い、hard。このタンスですね。タンス。chest of drawer。タンスですね。は、重くてですね。and、一人で動かせない。I cannot move。move it alone ですね。動かすですね。to move ですね。動かす、to move。そう、このタンスは重くて、一人で動かせないですね。答えは2番ですね。はい、4番、熱がですね。熱が something ましたかですね。熱がプラプラプラましたか。1、下げ。2、落ち。3、下がり。4、降り。そう、1番。はい。熱がですね。熱が下がりましたかですね。熱 means fever ですね。下がる means go down ですね。下げるは to fall transitive 落ちるですね。something drop ですね。something drop 下がる means to fall in transitive ですね。So something fall something drop down something go down4. 降りる to get off ですね。get off vehicle。 そう、3番が答えですね。熱が下がりましたか。はい、5番、学校まで遠いので毎日電車では大変です。学校まで遠いので毎日プラプラプラのは大変です。1、通う。2、乗る。3、働く。4、勤める。どれでしょうか。はい、学校まで遠いので毎日電車で通うのは大変です。学校まで遠い because ですね。 I live far from school。遠いは far ですね。毎日 every day 電車で by train 通うですね。 to commute 大変ですですね。 it is hard ですね。 so it is hard for me to commute by the train every day 毎日学校毎日電車で通うのは大変ですですね。通う to commute 乗る
to get on or to take vehicle 働く to work ですね勤める to work、regularly ですね to work regularly そう答えは1番ですね通うはい今日のレッスンは以上ですお疲れ様でした That's all for today